美人に結婚を決意させるきっかけに？韓非子説得に対する誠からの褒章とは？皆さんこんにちは。宮司のコーランです。今回は、美人に結婚を決意させるきっかけについて考察していきたいと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。なお、こちら本誌ネタですので、単行本派の方はご注意くださいね。激しい論戦の末に、新王、誠が絶望した韓非子誘致を成功に導いた美人。彼はある意味、戦の勝利以上に破格の功績を挙げたことになりますが、この働きによって、一体どのような褒章を授かることになるのでしょうか。もしかすると、今回の褒章が、美人に結婚を決意させるきっかけになるかもしれません。考察へのご意見、ご感想などを、ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。もし面白いと思ったら、動画下から、チャンネル登録と高評価をお願いします。1韓非子説得の功。ではまず、韓非子の説得を成功させた、李信への褒美について考えていきましょう。使節団の護衛役として韓へと赴いた李信は、成り行き上とはいえ、大使である海奥に代わって韓非子と議論を交わし、彼に新域を決意させるという、絶大な功績を挙げましたよね。秦にとって韓非子は、中華統一後の統治を盤石にするために、是が非でも力を借りたい存在でしたから、彼の誘致を成功させた李信には、相当な恩賞が与えられると考えられます。ただし、彼が今回の功績で武将として昇格する可能性は、残念ながら、低いと言わざるを得ません。なぜなら、韓非子を説き伏せたのは孫うことなき大功ではありますが、戦働きによる武功ではないからです。よって、秦軍を含め、いずれの軍にも、軍事面での功績で武官の昇格を検討するという規定が存在すると考えるのが自然であり、今回の褒章は金銭や財宝などといった現物支給になる可能性が高いわけですが、そういった褒章の一つとして、李信に花嫁候補が与えられる可能性があるのです。2. 救助の歌詞。なぜ、誠から李信への褒美が花嫁候補になるのかというと、古代中華には臣下への褒章として、皇帝が皇宮から宮女を歌詞する風習があったからです。皇宮には、皇帝や王の夫人候補となる美女が国中から集められていますから、当時の男性たちにとって、そんな美女を妻として迎えられるというのは、筆舌に尽くし難い喜びだったことは、想像に難くありません。誠が豹を登用した際、李信の身の上話を聞いており、彼が将来美女を妻にしたい、という夢を抱いていることを耳にした可能性が高いですから、褒章という形で救助を李信に下賜し、友の夢を叶えようとしても、不思議はありませんよね。李信の恋愛事情を、誠がどの程度まで把握しているのかは不明ですが、出会った頃ならばいざ知らず、今や将軍という身分と立派な領地を持ち、豪勢なお屋敷まで建てた親友に浮いた話の一つもない、というのは、彼としても、歯がゆい気持ちなのでしょうね。3. 夢取りの重要性。誠が李信の結婚の世話をする場合、彼の行為には、友の夢を叶えたい、という友情に加えて、有力な臣下の血脈を未来へ繋ぐ、という、公的な目的があると考えられます。周知の通り、李信は幼い頃に家族を失い、天涯孤独の身ですから、独身のまま一生を終えてしまえば、彼が命がけの戦いを経て築き上げた家が、一代で途絶えてしまいますよね。王家山家に代表されるように、優秀な武官の一族というのは、国の軍事力を支える、極めて重要な存在ですから、誠の個人的な感情を抜きにしても、李信を結婚させて血を繋ぐことは、秦にとっての重要事項でもあるわけです。また、義安戦で多くの仲間を失って消沈する飛信隊に、再び活躍してもらうには、まず、彼らに気力を取り戻してもらう必要がありますが、大将、李信の婚姻という啓示は、飛信隊の士気を回復させる特効薬になると考えられますよね。つまり、誠が李信に妻候補を授けることは、韓非子説得の褒美を彼に与えるのと同時に、将来的な真の軍事力を盤石にした上で、低下した飛信隊の士気まで回復できる、一石三鳥の方策だと言えるのです。とはいえ、二人の関係性なら、誠はいきなり公の場で救助を与えるようなことはせず、いつものように暴浪に李信を呼び出して、恩賞を受け取る意思があるか、前もって確認してくれることでしょう。4. 結婚への課題。ワンファンが結婚している、という事実を盲点から聞かされた李信の反応を見るに、
彼は現在も結婚願望を持っていることは、まず間違いないと思われます。しかし、議案戦での態度を見る限り、李信の心は完全に教会へと向いているようですし、いかに親友からの申し出であっても、彼が他の女性との縁談を持ちかけられて、首を縦に振るとも思えません。とはいえ、李信は以前、教会から、戦に集中したいから今の関係を維持したい、と遠回しに牽制されたせいか、今のところ、李信が彼女に直接的な言葉で思いを伝えたことはありません。まあ、あそこまで公然とイチャつかれると、もはや気持ちを言葉にしないことに意味があるのか、甚だ疑問ではありますが。そんなこんなで、意中の相手は存在しつつも、なかなか関係を進められずにいた李信ですが、この機会に、政から直接、将軍が家庭を持つことの重要性を説かれることで、教会との仲を進展させるべく、ようやく新たな一歩を踏み出すのではないでしょうか。5. 李信の決断。先ほども軽く触れましたが、教会が李信との関係を進展させることを良しとしなかった理由は、恋にうつつを抜かしてしまうと、自分たちが弱くなるような気がしており、それが戦場に生きる二人にとって、致命的な事態につながりかねないから、というものでした。これは裏を返せば、二人の仲が深まることが、戦場での弱体化を招くことなく、タイや二人の力を強める一助となるのであれば、彼女が李信と夫婦になることを躊躇する理由はなくなる、ということですよね。その点で言うと、二人の結婚は、寄進隊隊員の気持ちを前向きにさせて、士気を回復させる効果が期待できるため、当人たちのみならず、仲間の命を守る結果にもつながると言えます。また、李信は、先の官秘使との問答で、思いの火の大きさは、そのものの強さに直結し、他者から受け取ることで、自らの火をより大きくすることもできる、と語っていましたよね。互いの人生を預け合う、という意味で、結婚は、思いの火を託し合う行為と解釈できますし、この理屈で言えば、李信と教会が結婚した場合、お互いに、今よりも強くなれるはず。官秘使を解き伏せた時のように、李信が自分の考えをうまく言葉にできれば、李信と深い仲になることを恐れている教会の心の壁も、打ち破れるのではないでしょうか。李信が自分の思いを教会に伝えたとき、彼女がどのような返答をするのか、本編でその瞬間が描かれる日が待ち遠しいですよね。本日も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。今後の展開はこうなってほしい、これが気になった、などありましたら、ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。本日はここまでです。ぜひ、チャンネル登録、高評価をお願いします。もしリクエストがありましたら、コメントやツイッターで教えてください。以上、宮司のコーランでした。またね。